こんにちは。木工用ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。新型コロナウイルスの影響で、皆さん休日はご自宅で過ごされている方が多いと思います。こんな状況だからこそ、ご家族で自宅で、アートを身近に感じて楽しんでいただきたいというふうな思いを込めて、僕の独自の画法ボンドアート、この作り方をですね、今日は皆さんにお教えしたいと思います。ぜひ世界に一つだけの、あなただけのアート作品を作ってみてください。ボンドアートを作るために用意するものをご紹介します。まず絵の具ですね。水性の絵の具であれば何でも大丈夫です。使いたい色の絵の具を準備してください。それから紙コップ、これは絵の具を入れるものですが、紙コップでなくても大丈夫です。パレットでもいいです。それから木工用ボンドですね、これは 180g の一番、よく売ってるサイズです。それからこのボンドを黒く着色するんですが、そのために使う黒い絵の具、これもネオカラーと同じような水性の黒い絵の具を用意してください。インクでなくて絵の具ですね。ボンドが水性なので水性の絵の具は混ぜることができます。それから絵を描くための筆ですね。筆は何でもいいですけど、ナイロンのものがいいです。これナイロンですね。あの豚の毛とか馬の毛とかいろいろありますけど、ナイロンが一番使いやすいです。そしてビニール袋です。これで黒いボンドを作ります。それから最後にこの板、絵を描くための板です。木工用ボンドを画材として使うので、紙よりも板の方がいいですね。キャンバスでも大丈夫です。黒いボンドの作り方です。まず透明のビニール袋を広げます。こんな感じで、はい。そしてこれに木工用ボンド、これをキャップを外して、もう一個外して、この状態で中身を全部出す。袋に。でもこれ以上出ないかなというぐらい出たら、この容器を水で洗います。はい、洗ってきました。中身入ってません。できれば水をよく切って乾かしてください。そして黒い絵の具。ボンドの量に対して黒の絵の具は5対1ぐらいです。だから 40g ぐらいですね。まあ、厳密に測らなくても大丈夫です。これをね、混ぜます。はい。そして袋を閉じて、ね、はい、結びます。しっかり結びます。はい。そして混ぜます。揉みます。黒と白がよく混ざるようにね、混ぜますね。だいたい白が見えなくなったかなぐらいで OK です。これでもう混ざってます。はい、これで黒いボンドができました。そしてこの袋の端っこね、こう角になっている部分がありますので、ここをハサミでちょっと切ります。ほんとちょっとですね。これぐらいです。そしてこの先ほど洗ったボンドの容器に黒いボンドをね、切ったところから入れます。こんな感じで、さて、それでは絵を描きます。
ボンドアートには下絵や見本はありません。自由に描きたいものを描いてみてください。水性の絵の具で筆を使って塗ります。塗り終えました。画面を皆さんも全部色を塗ってください。隙間なく。そして塗り終えたら最後にさっき作った黒いボンドで色と色の間をなぞる、つまり色と色をつなぐんですね、接着剤で。こんな感じです。この時板から少し浮かせて出すと綺麗に立体的な線が描けます。はい、縁取りを終えました。これでボンドアート完成です。ちなみにこの黒いボンドですね、この線の太さ結構ね太いです。太く出ちゃいます。なので色を塗る時の絵柄の細かさ、細かくなりすぎないように描いてください。少し大きめに絵柄は描いた方がいいですね、最後潰れてしまうので。完成したボンドアート作品はだいたい一晩あれば全て乾いてしまいます。ボンドの部分もね乾いてしまうので、明日以降に飾ってみてください。いかがだったでしょうか。簡単でしょう、意外と。何を書いたらいいかわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、自由度の高いアートは成功体験につながります。子供の頃の純粋ピュアな感性をぜひ思い切りキャンバスにぶつけてみてください。アートには正解もなければ失敗もありません。またどこかでお会いしましょう。以上、お相手は木工用ボンドを使って絵を描く画家、富永ボンドでした。